さあ、というわけでモンスターハンターワイルズベータテストが来たわけなんだけど、タチが強い。まあ強い。先行プレイテスト、いろんな人のいろんなさ、タチ使いの動画見たんだけど、これタチめっちゃ強くねって思ったんだよ。まあ強い。使ってみたら本当に強い。てなわけで、百聞は一見にしかずだね。で、これ見て。土砂熊、深夜。深夜まであんだよ、今作は。だからレア環境生物とか、まあそれ以前に、小型モンスターと大型モンスターの兼ね合いとか、絶対いろいろ描写されてるからね。で、まずは飯。さあ、クエストが始まったら十字キーの上ボタンを押して、もう全部このセグレとかやってくれる、運んでくれる。で、このオート操作が嫌だなと思ったら自分で操作すればいい。こうやってオートで操作したっていい。自分で操作したっていい。で、まずは気づかれる前に奇襲攻撃で大ダメージ。で、ちょろーっと切って見切りでゲージ回収。で、これね、群れだともう話にならないから、スリンが大声手段で群れを引き離すと。で、こいつが逃げるから、それをセクレタのオート操作で追ったっていい。追わなくたっていい。乗り攻撃をしたっていい。あ、バラバラいんな。あっと、これはいきなり暴れ争いが来たね。んだらば、ゲージ回収からの、ゲージ回収。はい、ご覧になった通り。この鬼神ダメからの鬼神大回転切り、普通に壊れてます。怒られてるやないかい、バラハラ。で、赤ゲージになったら、やることは一つ。カブト割りからの、おっと、外れた。ただ、安心してくれ。これで、秒でゲージ回収と。これ強すぎだろ。え？もう逃げたん？バールハラに臆したのか。で、十字キーの上を押したらもう秒で追ってくれると。これが本当に便利。俺らさ、サンブレイクでガルクを、せっせろほら、せっせろほらっつって、移動させてたのすごかったんだな。大変だったな。これ、知っちゃうとな。この味を知っちゃうと。で、乗ったっていい。そして、これ何が正解かまだ分かってないんだけど、まあ、武器攻撃が安定かなっていう。ダメージも普通に出るし、2回攻撃したらほら、傷がつくのね。だから、もう3箇所。乗り中に、3箇所傷つけて、で、ここまで来たらあとは乗りフィニッシュ。大ダメージ。そして赤まで溜まってるんで、鬼神カブト割りからの、連機解放無双斬りで鬼ダメージ入る。で、これまだひるみ継続してるから、あー、ゲージ回収できなかった方向で。だから分かってんだよ、結局。行動パターンが、ほら。もう見切り切りもできないよと。じゃあみんなどうすんの？何今のトリプルアクセル。浅田真央になっちまったのか、俺は。見切り切りできないじゃん。じゃあどうするかっちゅうと、こう！ね？はい、これもう、抜刀もできないと。居合抜刀、鬼神斬りもできない。じゃあどうすんの？じゃあどうするかっていうと、鬼神ダメからの、鬼神大回転。もうこれでいいの。俺が強いの、今作のたちは。で、言うなれば、サンブレイクの大岡鬼神で、赤ゲージまで貯めて、あれするのと一緒だね。電気解放鬼神斬り？だっけ？もうあれをやるのと一緒。はい、無双斬り。で、無双斬り。今見たらわかるけど、なんとハイパーアーマーがついてるんで、
もうカブト割りさえ当てたら 100% 出るみたいな、 100% 出るとか 100% 火力出せる、そういう技だね。あーこれはちょっと遠いかな。まあでも一応前に進みながらいけるんだけど、さすがに遠いね。でチョコをチョコと切って、チョコをチョコと切る。あてか傷つけたから傷破壊切りいこうか。傷破壊切りするとね、でも背中なんだよな、背中ちょごめん、あいった、よいしょ。で傷破壊してゲージ溜まったから、カブト割りからの無双切りで大ダメージ、ハイパーアーマーなんで、技が終わるまでこっちはひるみません。んで、あっという間にゲージ回収からの、こっからもいけるから、あーっと方向したか。背中ね、転んだ時ぐらいしかいけなそうだな、傷赤い切り。じゃあこれで回収しよっかな俺。でこうしちゃおっから、うわー外したー、最悪ー。ただ安心してくれ、俺たちにはなんだこのこと、わからん。2位か。俺たちには鬼人並みがついてる。はい、よいしょ、回収、あっという間に回収。あでこれこいつ回復コロムシ、これで回復。別にグレートグレート飲めばよくねえ感は否めないけどな。で赤、あ環境変化したからレダーを湧くね。で自動で乗りながら俺は研ぎと回復を済ませることができるよと。2回乗れそうだね。つかレダーのとこ行ってくんねえかな。あもうあれだわ、あ生ドを狙ってるからびっくりした、戻るんかと思ったわ。よっこらせトゥルレイ、サバジダメージ。見切りもしていきたいけどな、わかんねえんだよ。じゃあどうすんのねえ、わかんねえならどうすんの、わかんねえならこうだよね。でさすがにこれは生ドロがシビリアナを仕掛けてくれたんで普通にここまで回収、優秀すぎるな。さすがに飼い主に似たか、こればっかりは。でハイパーアーマーなんで絶対に当たりまーす。これはなんだこれ、ボディープレス分かりにくいな。で早食いつけた方がいいよ、早食い、今みたいに秒で回復するからね。あなんか何これ、疲れちゃったか。どっこら初で赤、わかんねえ、土砂熊行動わからんすぎる。ただなんかのそのそしてるんでぶち込む。あー後ろ足当たっちゃった、後ろ足勝てんだよ。あれ逃げた、まだ弱ってるわけないしな。なにこれ、なんでこんな逃げんの早いの。これなんかあれないかな、利用できるもの。あ雷で活性化している、触れればこのまま罠にできそうだ、触れればこのまま罠にできそうだけど、そこは通り過ぎちまったな。ここ落石かなんかなかったっけ。ちょっと待ってマップが、はいアルマもしかも素材を集めてくれたと、有能すぎる。あーほらやっぱあんじゃんこれ。ちょっと待った、お前そっち行くなよなあ、せっかく落石あったのに。これはあこれも落石じゃん。さてしたら、したらばこうだよ。329ダメージか。でこん時に鬼人並みを使ったっていい。やべ何やってんだこれ。ただそのロスもこうでいいんだよ。で先天山、先天山便利すぎんな、これのおかげであれだからね。
鬼神大回転の後の隙を潰せるからね。で相手の隙ができたらこうだ。んでなんだこの攻撃、見切れるわけがね。本当にかいる、あ違う、雷が落ちただけだね。で連続乗り攻撃、うーん、ゲージが回収できない。じゃあどうする、こうする。あ大霊攻撃来た。これあれなんだよな、異常気象で砂嵐が吹いてるとき大雷コーチはシビリワンなの役割を果たしてくれると。めっちゃ食らうんだけど、重攻撃、これグレード2個飲んでこうか。でノリ、なんかノリ攻撃重くなったね。でもういっちゃう、もう弱んじゃね、さすがにそこまで殴れてねえか。見切り、よっしゃー、見切りが乗ってきたらもうお前終わりだぞ。大回転、あであれやってねえね、傷口赤い攻撃やってねえわ。チュッレイ、傷口あるよね、どこにある、あっとケツの穴にあるわ。お前じゃあこれケツ穴確定で赤ゲージまで溜まりました。傷口赤い攻撃ね、ゲージも増えるしダメージもやばいんだよ、モーション値やばいんだよこれ。食らうな、いい攻撃力してるわ。で HP やばいけどハイパーアーマーもあるし、撃ったれー。あ生太郎回復、ナイス、なんていい子なんだ、誰に似たろこの優秀さねえ。で前に進みながらどっから勝利、何してるこれ、何してるか分かんないけど、うわ回収できなかった。で今のね俺の直したいポイントなんだけど、集中モードでさこうやってできるじゃん、これでね後ろ向いたら後ろに大回転できるんだよね。でどういうことかというと、こうやってほら真後ろにできるの、これ強いよね。これ死ぬな、いってやる、生太郎回復くれ。土砂熊普通に強いな、さすがにこれ当たんねえよな。あこれは大技なのかこいつの。生太郎グレートなくなっちゃったよ、回復はよ、お前回復ねえなら俺もうこのままやるからな、お前どうすんの、おい主人死ぬよ、主人が死ぬよ今。おれシャキシャで傷口赤い攻撃でゲージを溜めてさらにダウンして、はいおい、すさまじいダメージだ。ただお前俺で HP もやばい。あこれチャタカブラが乱入してきたか、爆弾投げてる生太郎、これ逃げるかな。ただ乗ったっていい、乗ったっていいよ、乗らなくたっていい、別に乗らなくたっていい。でお前ら俺の目の前に現れたっちゅうことは俺のゲージになるって覚悟ができてんだろうな。当てなくたっていい、別に回収しなくたっていい、もうこのまま土足場の方に向かったっていいんだから別に。うわーなんじゃこりゃ、お前土砂熊だらけじゃねえかよ、なんでこんないっぱいいんだよ。うわしかもモータル爆弾忘れちった、まあいいさ。そしたらお寝たぞ、ケツ切られてるけどお前大丈夫か、これちょっともっと見せていきたいな。先天さんこれがマジで強いの、ゲージアカンの時大回転のあたりこれで隙なくせちゃうので、こっからカブト割りにもいける。で方向ハイパーアーマーで受けるから耳を塞がない。いやー見切りしようと思ったけど遅かったか、死ぬよー。で傷口破壊攻撃、凄まじいダメージ、
った回復しようか。おいお前ら親分がいじめられてるぞ。ってか俺のしびれ穴を見せたろうと思ったけど持ってきてねえや。ちょ古文邪魔だな。別モンスター来た。別モンスターっていうかそれ古文や。同じモンスターやそれ。土砂熊なんだから。いやここはもうハイパーアーマー利用してゴリ押しでやるよ。決まるんじゃねえか。邪魔だよ。決まらない。いや2体もいるんじゃさすがに鬼神ダメきついか。うわさすがにさすがに鬼神ダメきついね。じゃあスリンが大返しだ。でさらにスリンが誘導弾をつけて狩る対象だけに。あれこいつにスリンガー有効弾つけたら誘導弾つけたら他のやつらも。あ逃げた逃げた逃げた。こいつも食らってるから逃げたね。さあもう終わるだろう。生だろマジかお前。オッケー。じゃあ最後はお前の罠で決めようか。そこまで優秀なら。じゃあ俺も糸を組もう。来やがれ熊野郎。なんで終わらんねえお前。うちの子が頑張ってんのに。この野郎森に帰れ熊野郎。固くね。全然死なん全然死なん。こんな死なんもんか。怖いよもう HP がないから。これが大技ね。で溜めました。ハイパーアーマーでまずは死んでみる。あ方丈記になった。ほらむちゃくちゃ草生えとます。生えとります。あ、で、あとね、カブトにね、キャンセルもできます。こうやって。当たらんのにもう撃つしかないって、サンブレイクまではそうだったけど、つか、なんなら、回避どころか、ノートもできる。空中で。これ、無駄が省かれてガチで強い。そろそろかな？あれ？ギリ黄色になっちゃったから。無双ギリまでできなかった。じゃっからせい。からの？あ、間違えちゃったけど赤先天斬り。くそ先天斬りからの兜割りが一番気持ちいいのによ。ねごめんこいついつになったら終わるんこれ。オッケーやっと見切りだ。ちょっとずつだ。ちょっとずつ覚えてきたね。もう終わっていいだろ。くっそどんだけカブト切りカブト割り避けんだこいつ。わからんの行動パターンが。じゃあどうすんの。わからなかったらどうすんの。これグダってきたよね。じゃあこれで回収して確実にダメージ与えていこうっちゅう話だ。ちょっと待ってなんか奥でレダウがボコられてるんだけど。ねえやめてよ。土砂熊にレダウボコられるのやめて。すげえ悲しくなるわ。あ食ってる食ってる。なんだ乗っちったわ。ちなみにハンターナイフでハンターナイフで殴るとあー傷あ一応傷はつくけどつくけどって感じだ。まだ終わらない。ノリフィニッシュクソダメしたけえのに。トゥルラごめん、これさ、不死身なん？あれ？俺殴ってんの？え、これ待って、ちょっと待って。え、俺これ殴ってることに違う？ちょっと待って、これ違くない？え？違うじゃん！ね、なんか知らないと思ったら違うじゃん！え、どこで入れ替わったん？これ。ちょ、さっきレダウ、さっきレダウボコしてたのさ。あれ、ボス答えかよ。ふざけんなよ。
さすがに硬すぎて、ちょっとこれおゲームおかしくないかと思ったわ。ねえ、なんだよお前、言ってくれよこれ。なんだよ、ふざけんなよ。モンハンワイルズのバランスぶっ壊れたかと思ったよ。でこれ死体はね、上に登れてこうやって優越感に浸りながら剥ぎ取りができるっちゅうことだ。おい、もうボス死んだぞお前。お前の守るべきはもう何もない。守るべきものは。でクエストも待たずにすぐ終わることができる。かわいい俺の生太郎。ちゃんとキャラメイクしたんだよ生太郎は。でこれね、闘獣の狩猟賞 S、 なんかこういうのがあるっぽくて、多分あの落とし物とかだけじゃ装備作れないようにしたのかな。ちゃんと討伐しないと、多分だけどね。でこれ上位素材なんだけど、多分上位素材なのはまあレダウを出すためかな。カイトがいねえんじゃねえかな。